メタルギア ソリッドじゃない、メタルギア2をやっていきます。はい、じゃあ早速ね、あのメタルギア2をやっていくわけですが、うん、まずゲームスタートして。はいよ。まあ難易度オリジナルとイージーありますけど、どうします？前オリジナルでやってめちゃくちゃ苦労したから、うん、イージーがいいかなって思ってる。いいのそれで。何が変わるって言っても難易度だけやろ。まあ難易度だけやな、うん、ええのオリジナルでいこうかというわけでね、うん、まあメタルギア2見てわかるとちょっとグラフィック進化してます。ほんまや、すげえな、うん、ちょっと興奮すんな。絶対嘘やろ。いやほんまほんま。ほんまに。こちらスネーク、潜入ポイントに到着。おスネーク、相変わらず時間通りだな。大ボス、ビッグボス、キャンベル。キャンベル多分言ってくれるんじゃん。あ、言えんか。よし、オペレーションイン、イントロード、フォー14、開始。ちゃんと言って俺も読まれへん。もう一度確認する。君の任務はザンジバーランドに潜入、拉致されているチェコの生物学者キオ・マルフを奪取する。ああ、あれか、あの前も出てたな、終わりでザンジバーのラジオですって言って。ああ、そうやな、ザンジバーランドな。なんかアウターヘブンの近くって、アウターヘブンあったところ近くなんかね、多分、うん、まあ、あのこのキオ・マルフっていうのが誰かっていうのがなんやけど、うん、まあ、あのすごいざっくり説明すると、うん、まあもう核の脅威がもうなくなったと、みんな安心しきっとったけど、お今言ってたね、中東のザンジバーランドに新たな軍事国家が樹立と。中東なんや。はい、中東です。だから今中東の地図を開いてるよね。ああ、さっき練習というか確認しとったからな。ほうほうほう。ラジャースイッチを入れる。おどうですか。マップが出てきましたよ。ほう、このレーダー上の白い光点が敵の陰影、赤い光点が君の位置だ。見るかい？どっちがどっちかも。プレイヤー、エレメント書いてるけど、プレイヤーが見えない。見づらくない？見えるかな？このレーダーは動体反応のほか、各種センサーが内蔵されている。未知の危険に対して警告してくれるはずだ。顔裏すごいな。やろう？レーダーの有効レンジ。レンジ？距離かな？距離。今君が見ているそのまま自分を中心とした旧画面分、うん、みたいな。ただし狭い室内では効かないかもしれない。ああね。さらに敵の発見された場合もレーダーは使えない。敵を妨害電波で攪乱するためだ。はい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 、はい、分かった。マルフ博士の位置は。うん、マルフ博士が奥歯に発信機が埋め込まれてる。なるほどね。接近すれば君のレーダー上に投影されるはずだ。赤い光点だ、うんうん、つまり赤い光点を探せばいいんだ。スネーク、今回の通信は今後の通信は周波数 140.85 で行う、うん、幸運を祈る。大盤というわけで、まあキャンベルさんっていうのは今回の上司ですね。なるほど、うん、裏切り者のビッグボスとは違うわけや。そうや。え、まず×ボタンでしゃがめるんですよ。で、あーね、フォークね。で、この間多分タイヤみたいなのあるけど入って隠れることもできるはずです。あ、これタイヤなんや。ちょっと多分タイヤじゃないかもしれない。今ちょっとこれ隠れれるかな。入れない。こっちは無理か。いやいや、待て走って逃げろ、走って逃げろ。待てや。今のは誰かあかんかったやろうか。あー、ちょっとレーダーをね、まだ序盤やかって油断して見てなかった、ね、あー、なるほど。これね、レーションで、オッケーオッケー、いいよ、ナイスパンチ、ナイスパンチ、いや、逃げろ。隠れろ、左、いや、もう今やっても意味ない。左、逃げろ、オッケー、で、そこで、進め。どこに？いや、見つかる、そう。どっか隠れるはず、どっか、左の方、今探してる、いいぞ。うまく見つからないように。ちょっと感性働くねんけど、なんでなん。それ感性働く。あかん、見つかる。オッケー、いける。それで、いけ、オッケー。これでな、多分な、気のせいだったかってなるはず。なんでやねん。あーね、こうやってこう、前は画面やったけど、はい、今回は画面を超えて、そうやね。探しに来るだけ。で、俺が今この真ん中、マップの真ん中の部分、怖いな、におるわけか。ああ、多分そうやな。今下に誰もおらんな。うん。
見づらいなこれちょっと、うん、あ、くる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 、あ、いいねいいね、わかる、見つかないね、あ、で、キョロキョロしてんな、怖っ、より臨場感が出てるわけですよ、うん、てかまあライフ、あ、で、装備の使い方は前と一緒やから、お、覚えてない、あー、はいはい、そう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 、なんか、すげえコントローラーが滑んねんけど、ね、ちょっとわからん、それとりあえず中に入ってマレーション取っといたら、おー、あー、なるほどね、そんな甘くないと、これ多分オリジナルのないでやから、お、コール来た、はいはいはい、フォーク前進を有効に使いフェンスの切れ目から潜入せよ、あーね、早速や、早速フォーク前進が出てきましたよ、ここか、そう、いかにも破れてるからね、しかしキャンベルもなんで今回状況が分かるん、まあやっぱこのモニターを見てるの、あーでも見ててもあれやもんな、まさか、おい、いやちょっとトラウマがあんねん俺、あーやばい、いやいけるいけるいける、下下下、これは逃げよう、いやいける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 、大丈夫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 、上から来てないか、上、大丈夫ですか、まあ、ああ行ってる、もう多分今エリア移動したわ、上行って大丈夫だよ、ほら、なるほどな、な、今回だから結構ゲーム的要素が増えてるわけですよ、そっ、なるほど、これはおもろいやろう、え、おらんよな、大丈夫大丈夫、このフェンス込みのマップがなかったらいいんだ、あ、そうやな、で、俺今銃とかも近くやらんほうがいいか、うん、まあ多分持ってないと思うけど、あーほんまや、やろ、ハンドガンの一丁ぐらい授けてほしいもんやけど、これだからもうまずパンチだね、これ一体ぐらい倒さなあかん、前みたいに気づかれる前に殴ったらなんとかなるか、うん、あーなんとかなるはず、だからこいつは何してんの、あ、はいはいはい、この切れ目入ろうか、じゃあ、え、え、待って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 、お前、いける、あっあとはもうほくれすぐ逃げた方がいいんちゃう、ほく、あー、いや、さっきの切れ目、さっきの切れ目に逃げた方がいいんちゃう、あー、ちゃう、あの、お、ん、さっき入ろうとして入られへんかった方の奥にいた方がいいんちゃうか、うん、急げ急げ、今ならいける、お、ちょっとそこそこ、あ、あれか、この回避の秒数分逃げたら解除されるのか、うん、そう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 、ざるここにはいないようだったってな、またこいつが出ていったらもうあれ解除されるから普通に逃げないとほしいと思う、あ、でもちょっと何が起こるか、敵がおる可能性もあるもんな、うん、で、キュイーンと、なるほどね、この無限脇があるからあれなんか、うん、こうやっておびき寄せても、むしろ今この何の音だって言って油断してるうちの後ろからボコるみたいな、フェンスの端っこに寄っても気づけへんな、今これで後ろからポンポン、ちょっとすぐに立たれへんねんけど騙したな、俺は騙してない死んだから、うん、最初の位置です、はいはいはい、はい、来てるね来てるね来てる来てるね来てる来てる、上からかい下からかい、あー右から、いや分かって分かって、そのこれのつか左ったっけ、左はあ、まあ左からでも右からでもいけんのかこれ、うん、てか左からも右からも来てるっぽいねこれ、うん、来てるな、え、見つかんの、見つかるみたいね、意外と目良かった、いいね、うまいね、うまいね、いいね、いいね、いいだろ、右で、これまずは、まあ、入ってもきついか、いやでもいい感じ、取ってすぐ戻れるやろこれ、無理無理無理、残ってるやん、あれ、ということはこれ、あれかで、入った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 、オッケー、いいよ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 、もうちょい先もうちょい先、オッケーで、こう、まあコール出んでもいいかも、うん、ここにはいないようだ、オッケー、これ言ってくれるから、オッケーオッケー、めっちゃコールうるさい、これ隣いけるかな、いけそうやな、いけるやろ、
待って待って、ここやな。うん、でもなん一体ぐらい倒さなあかんっぽい雰囲気あんねんな、この辺通んの。ああ、後ろから行こう。ちょっと早かったな。もうもう行っちゃい行っちゃい。テーションは使おうか。うん、違うようない。いや、いけるいける、まだいける、まだいける。オッケーオッケー。で、え、これ見つかってんねんだよ。見つかってる、まだ。もうずーっとあいつ気づいてるから。でもあいつ倒さんといるわ、ずっと。だ、これ多分段差できてるから、これだからもう上行かれへんか。これ何も開いてない。これ扉？扉っぽいかなと思ったけどな。でもめっちゃメカメカしいな。うん、まあこっちから行かれへんってことやな。うん、あー、くそ。だからこっちも北北前進で逃げて、うん、あ、来てるやん。来たやつらをしばく、うん、オッケー。で、こいつはおる限り回避ならんから移動して。そう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 。見つかってんのか。見つかってる見つかってる。俺一旦そのそっちの方行って、隠れられんか。無理やな、ちょっとどっか隠れる。お、これはもう行くしかないわ。いけるいける、今やったらいける。回避やったら多分そんなに人は追っかけてきてんやつ。オーケーオーケー。で、こうやったらもう行けんな。そうやな、うん、あー、なんかほんまに前よりゲーム性が上がってんな。うん、回避する場所とかあらかじめ見つけとかんと。そやな、逃げる場所をな確保できたら楽やねんけど、うん、フェンス越えれるとこ便利や、うん、これ上、うん、今奥ちょっとおる、うん、この左上の画面の一体がどう動く。あ、赤、右下も来た、来てんな。あ、で両方行ったから今チャンスや。行こう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 。コール慣れてないんかも。慣れてないな、なんか。正面からの潜入は不可能だ。通気口から潜入せよ。オーバー。通気口っていうことは、これ多分正面じゃなくて右ちゃうか。右に行けってことやろ。ちょっと左もちょっと見てみる。左多分さっき、あー、あれ通気口か。お、行ってみるか、ちょっと。え、てか行けるかこれ。いや、わからん、正直厳しいと思う。けど、一回行ってみてもいいんちゃう。パンチしてない、うん、あ、じゃあ無理や。戻る戻る戻る、うん、で、来るから。やっぱこれ右やろ。右奥にだって巡回してるやろ、あいつ。あー、まずトラック乗ってみた。うん、来ましたよ、ハンドガン。オーケー。これはでもまだ撃ったんほうがやろ。うん、撃ったらほんとすると。待て待て、来てない来てない来てない。大丈夫大丈夫。 あいつはこっちには巡回してけへんから。で、ここで、オッケー、いいねいいね。オッケーオッケー。で、ここから入ればいいんか。そういうことや。板についてきたらやっと潜入やで。で、これ今ダクトの。あー、狭いからないんやな。うん、どうする。正面が正規かな、だから左に行こうか、うん、ちょっと一回左見てみればいいんちゃう。あ、いや、正規っぽいな、なんか。いや、どうや。てか、これ結構さ、金網あるからバレそうじゃない、うん。まあな、カサカサだと落としそうな気がするけど。なんかありますな。はい。で、これ戻ったら多分、うん、まあ、さっきのところのどっかから出ちゃうから、行かんほうがいいんちゃう。 あっ、混んでるんや。怖っ。お、エリアイドの時はこれで。ああ、びっくりした。こっち外れくさいな。外れかな、降りられへんよな。うん、多分降りられへんと。でも戦車が、なんかワンを放出させる戦車がいっぱいあるな。なあ、砲機が。そんな簡単に処理できへんよ。それ多分ここにみんな集めてんじゃん。マジ？廃棄場って言っとったから。あ、ここ廃棄場なもと思って。確か、うん、各廃棄なんちゃらとか言うとったぜ。コール。あ、セレクト。あれ、別や。お、出た、ホーリー。私、ホーリー、ホーリーホワイト。おお。ジャーナリストとして1ヶ月前からザンチバーランドに潜入。1ヶ月も前から、すげえな、うん、潜入のプロやな、こいつ。お前で、ここのことなんだ、
大体のことなら分かるからお役に立てると思うわ。あざす。周波数は 140.15 よって連絡して、じゃあね。ああ、コーリーマジ可愛いかも。いやでもさ、うん、前回の1の時、はい、ギュディヒロインかと思ってヒロインじゃなかったやん。ああ、なるほどな。なんか別のよく分からんやつやったやん。誰やったっけ。俺もちょっと忘れた。な、誰だっけ。ここは開けへんみたいから、とりあえず行ってみようか。お兄ちゃん殺しちゃったからな、俺。ああ、はい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 。ジュディの。おったな。あ、これ、ちなみに下入られへん。選手は。僕、バカ野郎。僕で入られへん、これ。入れるやろ。おー、これは便利。これ多分言わないと気づかないのかな。うん。そう、それを実証するためにちょっとな、見つかってみたけど。絶対ですよ。絶対です。まあまあこんな感じで隠れる場所もあるから、はい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 、うん、一瞬にして消えたな、あいつらどこ行ったんや。逆にな、今チャンスやわ、ほとんど敵おれへんから、うん、探索するなら今やな。じゃあな、でその扉のあれは開くんかね。これ正面限界をだから言ったら、うん、ああだからここは閉じられてるわけやな。そりゃそうやな、行っても危ない。うん、行っても怖いわ。今の人の少ないうちにいろいろ探索しておきたいところやけどな。うん。お、ああカメラあんのか。カメラやな。人来た。どう巡回するかによって、お、なんか変あるな。ここ下。下は多分隠れるだけやな。なんかここにも隠れれるんやろ。多分やけどな。ああね。匍匐が結構大事やんな、じゃあ。うん。さっきのドアいかんね。なんか来てる。あ、来てる。で、来てるわ。やめとこうか。うん。今ちょっとやめとこう。で、さっきのこの、あ、来てる。うん。この上の。そうやな。で、多分これ匍匐やったら大丈夫なんじゃん。高さ的に。ああ、なるほどな。いや、ああ、まあ、そうやな。動いてる間は多分大丈夫。で、敵もどこに来てなさそうやな。うん。オッケー、オッケー。ギリかな。うん、多分いける。ああ。え、これ段差ってどうなの、この多分大丈夫だと思うけどな。立っててもいける。たまあ立っててもいけるかな。まあでもちょっと怖いけどな。いやまあ、あで同じ高さやからちょっと、そうやな、これいけるか。いけると思う。まだ見てないの、こっち見られたらちょっと怖い。はぁそっちは見てなかった。レーダーのこと気にしてなかったな。これな、あ下逃げて、あそこ入れる。だからあまり、あかんかんかん、もう遅いな。あそこの下にも隠れるのが一番いいのか、うん、ここやったら、それか変な隠れられないかな。あ、まあ、一旦下、あ、でもこれ無理やわ。あで、いや、一回エリア移動して。あ、人おる人おる。あー、クソ、間に合わない。もう一回チャンスある。いや、そっちに逃げたら袋工事しちゃうか。一旦ダクト入ろう。一旦ダクト入ろう、でも敵おるで。味方の弾当たったんじゃん。マジかよ。これ絶対追っかけてくるやろ。追っかけてくるのこれ。いや一応これは大丈夫なはず、エリア移動してるから。うん、やんなやんな、うん、びっくりした。